ジャストビコーズは、パインジャム制作による日本のテレビアニメ作品。2017年10月から12月まで、東京 MX 他にて放送された。第6話と第7話の間の週には、市川を、磯部カリン、村田太子氏吉野ゆなが出演する特別番組、フライ、ジャストビコーズの旅が放送された。2017年5月30日。 完全新作のオリジナルアニメとして制作されることが報じられた。脚本、シリーズ構成は、桜草のペットな彼女の鴨もしはじめが、キャラクター原案は日村奇跡がそれぞれ担当する。また、アニメーション制作を担当するパインジャムにとっては、本作が初のオリジナルアニメ作品となる。キャッチコピーは、あいつを好きな君の横顔がたまらなく綺麗だったから。プロップデザインに、 キャノンや伊藤園やヤマハ発動機が協力し、背景制作に湘南モノレールやビッグカメラが協力している。劇中に登場するカシオ高校のモデルは、神奈川県立深沢高等学校である。高校3年生の泉エ太タは、父の転勤に伴い、福岡から4年ぶりに神奈川に戻ってくる。2学期の就業式の日、転入する高校を訪れたエ太タは、 中学時代の親友、相馬晴人と、夏目美代に再会する。エ太、タ、洋都、美代と水奏楽部の森川葉月、陸上部の犬より子は、水族館に行ったのをきっかけにライングループ、絵の、水を作る。葉月に片思いしていた人は初詣に誘って、告白するが、進学して、地元を離れる葉月は断る。だが、葉月は洋都を異性として意識するようになり、 お互いの生活が落ち着いたら付き合いたいと告白する。エータは写真部のコミやエナに付きまとわれる。エナは写真部存続のため、エータの写真をコンクールに出品しようとしていたが、次第にエータに惹かれるようになり、コンクールで金賞を取ったら、告白すると宣言する。中学時代から、用途への片思いを引きずっていたミオは、用途への思いを断ち切る。大雪のセンター試験の日、 駅に駆けつけ会場まで送ってくれたエータを意識するようになったミオは第一志望校をエータの推薦入学する大学に変更し合格したら思いを伝えると決める。用途に片思いするミオが密かに好きだったエータはミオの第一志望の大学に合格したら思いを伝えると決めるが受験の結果は不合格でありエナには他に好きな人がいると返事して 高校を卒業する。春、大学生になった、エータの前に、ミオが同じ大学の学生として現れ、彼らはようやくお互いの気持ちを打ち明ける。ラジオビコーズ、花、リンとリンが応援するラジオは、2017年9月13日から2018年1月3日まで、ニコニコチャンネルにて毎週水曜日に配信されていた、番組。パーソナリティは、 夏目妙役の磯部花凛と小宮絵奈役の凛。ダヴィンチで2017年10月号より原作小説の連載がスタート。同8月号では書き下ろしプロローグを先行発表。小説の執筆及びイラストはアニメに引き続き、脚本のかもしがはじめ、監督の小林敦氏が手がける。同12月号にて終了。2017年11月25日に、 メディアワークス文庫より単行本が発売された。ラジオビコーズ、花、リン凛リンが応援するラジオに関するカテゴリー。ありがとうございます。